異能力者でない僕がここに戻ったってことはうまくいったってことだな。アツシもなかなかやるようになったじゃないか。そうだ、本当は二人で逃げるはずだった。俺はあの人から命も心ももらった大恩人だ。だから彼に代わってドフラミンゴを撃つためだけに生きてきた。キヨシ殿、一体何をしていたでござる。いや、いろいろあったんだよ。本番のために用意していた秘策を使ってしまったでござるよ。え、さっきのそうなの？さらなる一手を考えねばならぬでござるな。あとさ、穴ももう少し広げる必要があるよ。途中で突っかえちゃってさ。なんでちょっと残念そうなの？はい、もう尾行は終わり。はい、もしもし。え？うん、いいよ。どうなっても知らないけどね。俺たちの生きてきた人生は本物だ。何一つ嘘のない人生なんだよ。みんな懸命に生きてきたんだよ。そうして刻まれてきた記憶なんだ。必死に生きてきた記憶なんだ。それがどんなものであろうが俺たちの生きてきた人生なんだよ。それを結果だけ上乗りしようだなんて、お前の人生だって本物だったはずだろ。やれやれ、ちゃっちゃと終わらそう。サンタらしく空から行くのがいいだろう。やれやれ、ろくな子供がいないな。まったく、やれやれ、めんどくさいな。やれやれ、大変だったな。まったく、サンタが364日休むわけだ。家族の情愛とかを期待した俺がバカだったよ。しかし英二郎さん、プロの格闘家が路上で素人を襲うって最低なんじゃないですか。そんな隙だらけだから刺されんなてめえは。もう三度目は助けませんだ、ブワーカ。右に一体、左に二体。兵長、動員を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放しろ。残りの全員は右を支援しろ。俺は左を片付ける。マジで羽川が何でもしてくれるの。やったー。あ、荒木君。うわ、どうしよう。何してもらおう、何してもらおう。何をしてもらうのがベストなんだろう。いや、待て待て、慌てるな。僕浮き足立つな。こういう時こそクールにだ。おごそかに行け。この未曾有のチャンスを最大限に生かすんだ。